皆さんこんにちは。エムズダンスアカデミーの石本美奈子です。今日も美奈子の部屋へようこそ。今日はワルツのシャドウを久しぶりにやってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、これからワルツのシャドウを踊らせていただきたいと思います。シャドウを踊ったのが前回が1年半前でした。2023年の1月でした。でその動画も概要欄の方に載せておきますので、合わせて見ていただけると嬉しいです。同じようなステップ踊りたいと思いますので、参考にしていただけると嬉しいです。また踊った最後にはシャドウをする上でのポイントも少しお話ししていきたいと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは行ってみたいと思います。はい、ワルツのシャドウを踊らせていただきました。皆さん見ていただいてありがとうございます。でシャドウする時のポイントなんですけれども、いくつかやってほしいことがあります。1つ目、足型を正確に踏める。2つ目、タイミングをしっかりと取りながらステップを踏める。そして3つ目、方向をしっかりと理解してステップが踏める。この3つが最低限必要になってきます。で、この3つがよくできるようになったら、今度は相手がどこにいるかを想定して踊る。これが正確なシャドウになります。特に女性の皆さんは男性のリードに合わせれば自分は踊れるというふうに思っている方もいらっしゃるかもしれないんですが、実際その状態は男性に踊らされているのであって、自分で踊っているわけではありません。しっかりと自分でシャドウをすることで、自分のやりたいこと、自分の表現したいことを相手に、そして周りの人に伝えるためにも、ぜひシャドウをしてみてほしいと思います。それでは皆さん、お互い頑張りましょう。ご視聴いただきありがとうございます。